このシリーズでリーダーとしての在り方ということを伝えていこうと思っておりますけども、まず今回のタイトルは人々の信奉しとなれということでありますけども、その第1話ですね、信奉しとなる、そのためにはダントツの光を放つということですね。キラキラ輝く信奉しとなる、このことは信奉しというのは一番星のことを言いますね。まあ、皆さん夜空に一段と輝く一番星ということでありまして、まあ夕明けの美にも負けずですね、他の星をリードする一番星でありますから、まあこの人々の心に光を与え、そして時には癒し勇気づけるような信奉の存在であってほしいなというように思います。第2ですね、その信奉となるためには内側から輝くようなその清浄感を持っているということが重要だというふうに思います。自分の心が清浄、つまり清らかで純ピュアでなければならないわけでありますね。その日々の活動の中でも清浄の心を持つと、よく昔から目に諸々の不浄を見て心に諸々の不浄を持たずと、そして耳に諸々の不浄を聞いて心に諸々の不浄を持たず、そして人の心の不浄に触れて自己の心の不浄を持たすということがあります。絶えず清らかな清浄感を持っていくことが信奉しになるコツだというように思います。3番目はですね、人気の信奉しとなっていただきたいと思いますね。やっぱり人気を得ていくというのは喜びという木ですね。他人の喜びというものを自分の喜びとしていくということです。ということはですね、相手がどんなものが喜ぶポイントなのかと、木の喜びという木の壺というのを掴んでおくことが必要になっていますね。常に目の前の人の喜びのため、木のために生きると、そういうことをしていくと相手がニコッと心を洗う和眼といいますが、和眼を引き出す一流人プロとなっていくというように思います。第4点目はですね、同時力を育んで同時人になると。同時というのは同じことと書きますが、相手がしてほしい、じゃなくて相手が成し遂げたい、したいというふうに思っていることがあります。相手が成し遂げたい、したいと思っていることに相違従ってその人と共に歩む、これを同時と言いますね。まあ誰しもですね、自分のやりたいことに相違従ってまた共に歩んでくれる方を望んでおります。ですまた俺はこういうことしたいんだ、ああいう方向でやりたいんだって言ったならば、そのことに共感共鳴してくれる人が非常に安心もしますし、大好きであるわけであります。まあそういう人を望んでいるということでありますから、ぜひ大事な人の同時人として活躍をしていただきたいというふうに思います。第5はですね、悲への悲しみへの共感力というところであります。人のその悲しみ痛みというのにどれだけ共感できるかということであります。でその悲しんでいる人をこちらから眺めて大変ねと、頑張ってということではなくて、相手の立場といいましょうかね、相手の痛みのその広場の中に入ってですね、どれだけ立てるか、そのことができるということは自分の中にですね、その悲恋の道を歩んだ経験、あるいは苦難の道を歩んだ経験がないと、なかなか人の痛みの中に立つことはできないわけであります。相手のその痛みの中に深く入れる共感力というものをですね、持っていただく。そのためには苦修蓮行、苦しみを治める蓮行を重ねて共感力を高めてですね、その痛みの箱というものをたくさん持っていただきたいなというように思います。ということで今回はその信奉となるためにどう生きたらいいかということをお伝えをいたしました。